はい、どうも、モルさんです。こんにちは、オーシャントークアシスタントの野間です。今日はね、僕のメインアシスタントの野間くんを呼んで、セットをね、やってもらおうかなと。はい、お願いします。はい、今、野間くんがね、次で4年目か。そうですね、4月から4年目になります、うん、もうすぐスタイリストデビューをするのでね、もうカットのモデルとかもね、やってて、そのカットモデルが終わったらね、スタイリストデビューなんで、デビューしちゃう前にね、思い出じゃないけど、はい、そうですね、記念に、はい、覚えてる人いるかな。三品さんのチャンネルで動画上がってるんですけど、三品さんの髪の毛を僕がセットするっていう動画があったと思うんですけど、言ったらああいう感じですね。デビュー前にやってもらおうかなと。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい、今日は野間くんのお任せでやりたいと思います。はい、はい、まずちょっとスタイルが前髪とか軽いんですけど、まあおろしのちょっとマッシュ寄りな感じなんで、それを生かしてアイロンとかを使って羽などを入れて動きのある、まあ、マッシュスタイルにやっていこうと思います。はい、お願いします。お願いします。すげえ、なんかすげえ変な感じするね。いやなんか嬉しいですよ、お母さん。野間さんにセットしてもらうのは初めてだね。そうですね、初っすね。うん、感慨深い何かがありますね。僕はずっと動画見てた側だったね。そう、嬉しいよね。嬉しいですね。野間さんがこうやって俺の髪の毛をセットしてくれる日が来る。確かに、なんか嬉しいですね。もともとね、彼は渋谷店っていうね、あの本店のね、隣のビルにいて、実質一緒に働くのはこの一緒のチームになってからなんですよね。はい、うん、かなりご近所さんだったんで、隣の店舗だったんで、うん、あんまりそういう機会とかなかったよね。そうですね、そんな頻繁にはなかったんで。 その前は僕が原宿店だったから、ちょっと逆に遠くに僕がいたんで、あれだったんですけど、彼はね、本店でもね、1、2を争うぐらいのセット指名とかパーマ指名とかがね、多いんですよ、彼は。もうありがたき、ね、はい、おかげさまですよ、ね、パーマ指名一番多いんじゃない。まあ、そうですね、野間さんが、はい、パーマは結構昔からご指名よくいただいてね、多いよね、めちゃくちゃ。はい、アシスタントでも結構指名とかもできるんで、ありがたきことにいただいてますね、うん、あの概要欄に野間さんのインスタちょっと貼っとくんですけど、僕が上げてないやつ、あのそうですね、お客様スタイルって言って、あの僕のお客さんってすごいカラーが多いんですよね。結構こうブリーチのハイトーン多いよね。ハイトーンが多いですね、うん、だからそのハイトーンのカラーの仕上がりみたいなのがね、彼がインスタにたくさん上げてくれてるんで。そうっすよね。なんだろう、結構モルさんって割と YouTube の人みたいなイメージがあって、こう実際にこうどういう感じでお客さんを仕上げてるのかなみたいなのが、いまいちこう YouTube 上ではそういうリアルな部分とか映せないところがあると思うんですけど、結構僕のインスタには割とモルさんのリアルな技術を知れるというか、なんかいい感じに代わりに見せてくれてる。そうですね。まあ、営業中のね、はい、動画とかもなんかほらよくあるじゃん、一日のルーティン動画。あ、ありますね、はい、あれやりたいんだけどさ、まあまあ確かにお店だとね、いかんせん BGM がねやっぱかかっちゃってるのと、あとはやっぱお客さんの顔がね映っちゃうからね、難しい。ちょっと自分一人のルーティーンっていうよりはいろんな人のルーティーンが、なんでその営業の感じとか、実際にお店来たお客さんってどういう感じに仕上がってんだろうみたいな、そういうのはね、野間さんのインスタを見てもらえれば。そうですね、かなり細部まで細かくいろいろやってるんで、あ、よかったらフォローしてぜひぜひ。はい、これちなみに今どういう感じの。今ちょっとこうアイロンでボリュームがもともと8が張ってて出やすいので、まあ、そこを潰しつつ毛先だけしっかりこう動いてくれるカールを今入れてるんですけど、で J カールって感じか。そうですね、 C っていうのは J って感じだね、はい、C でやっちゃうとボリューム欲しいところは結構 C でこのセンターラインとか入れちゃって大丈夫なんですけど、立ち回りだったりとかボリュームいらないところとかは結構 J で毛先だけカール入れるイメージでやってあげるのがちょうどいいかなと思います。素晴らしい。なんか YouTube やってないのに謎に解説口調っていうね。そうですね、染み渡ってるね、はい、いろんなものが。意外と僕 YouTube めっちゃ見るんで、ね、はい、スタイリストになった時にさ、はい、どんなスタイリストになりたい。僕はやっぱり結構もうやっぱセットとかパーマとかも、うん、まあカラーとかもちろん好きなんですけど、特化したじゃないですけど、うん、
やっぱりこう僕自身セットすごい大好きで、まあ、昔からずっとやってて、うん、セルフセットで結構ここやりづらいなとか、うん、そういうのって絶対あると思うんですけど、 そうね、それをこう解消できるというか、お客様がご自宅とかでセルフでやられる時にも雑誌みたいなとか動画みたいな髪型が作れるような美容師になりたいなというか、自分がこうスタイリストになってお客様にそういうのをこう提供する際にご自宅でも簡単に再現できるようなクオリティの技術を提供できる美容師になりたいなと思っております。なるほどね。すみません、硬くなっちゃった。人柄的にはどんな美容師になりたいの？近所のお兄ちゃん的なノリでいいです、僕は。近所のお兄ちゃん的なノリなんだ、はい、そんなノリで大丈夫です、はい、ちょっと親しみやすいみたいな。あ、そうっすね、はい、うち原宿だったり渋谷にお店あるんで、うん、おしゃれな街の美容室みたいな感じだとちょっとやっぱ構えちゃうとか、僕はそうだったんで、お客さんと。ちょっとこう、第一歩を踏みづらいというか、はい、うん、確かにね。なんですけど、そんなん気にしないで、もう全然その辺のお兄ちゃんぐらいのノリで気軽に来てほしいと。そうですね、なんか寄り添える的な ね、はい、よし、うん、じゃあこんな感じでアイロンがちょっと入れ終わったので、うん、今回使うワックスはナチュラルをベース材にして、ちょっと動きが欲しい方とかはクレイとかでもいいんですけど、毛先がダメージしてたりとか、カラーだったりパーマ繰り返してちょっとパサつきが気になるなっていう方にはエッジがすごい足してあげるのがおすすめかなと思うんで、うん、今回この2種類使ってやっていきます。ちょっとツヤ多めだね。そうですね、少しシャープに作るような感じで、まあ容量としてはナチュラルをベース材にするので、エッジを大体もうほんと少しですね足すイメージでやっていただいて大丈夫ですので、はい、あんまり逆につけなさすぎるとパサつきの原因とかにもなったりするんで。そうね、基本的にツヤ系は割とマット系に比べるとこうちょっと失敗しやすいみたいなイメージあるんですけど、うん、つける量調節しながら、まあ、少しずつ様子見て付け足しながらのセットをちょっと心がけて、まあ、そうだね、そうですね、やっていただけると結構失敗しづらいというか、まとまりすぎて隙間がすげえできちゃうとか、ね、ああそう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 、割れちゃうとかね、一発目多いとね。そうなんですよ、まとまりすぎてこのトップとかの隙間がすごいことだったりするからね、意外となんかすごいスカスカに見えちゃうとか、ね、ホストみたいになっちゃうみたいな。そうだね、でもつけなさすぎてもね、せっかくツヤのワックス使ってるのにちょっとパサつきが目立っちゃうみたいなね。こうナチュラルとかって意外と上級者向けだよね。意外とそうっすね、うん、単体でいくと上級者向けはありますね。ね、結構使いこなせてくるともうほんとだいぶ優秀なワックスなんで、うんね、ナチュラルが一番使ってんじゃないかな。意外と僕もそうかもしれない、セルフセットでも結構ナチュラルめっちゃ使うんで、うん、ブリーチする前はねクレイが一番多かったんだけどね。あー確かに、ブリーチしちゃったからね、うん、これ今はもうちょっと髪の色がねもう暗くなってるけど、はい、ちょっと前までね結構ハイトーンだったから、 そっからもうナチュラルばっかだね。僕も結構ホワイトカラーやってて普通のワックスが変な話使えなくなっちゃってて、ナチュラル使うことが多いですね。ナチュラルかエアだな。そうですね、エアも結構優秀なんで、ただナチュラルの方が若干こうしっかりまとまってくれるんで、まあ、エアとかでふんわり仕上げたい時はやってみて、まあちょっと束しっかり作りたいなって時とかはナチュラルを使ってあげるのがすごいいいかなと。はい、ここまでやって結構わかると思うんですけどね、野間さんはね解説がうまいっていうね。いやそんなそんなやつも役さんでね結構セットするときに本当ねこういう感じでね結構やってるから、なんか俺みたいな感じ。変な話、結構モルさんの動画僕視聴者としてもずっと見てたんで、実はなんで結構それを何年も何年もずっと見てたんで、意外とそれこそ さっき出たような感じでもう染みついてますね。そこはそ、ね、なんか動画でねこういう感じになるとね、はい、俺が言わしてるみたいな感じになっちゃうけどね。結構いつも言ってくれるからね、はい、動画アップしたらねあの動画見ましたよってね、はい、言ってくれて、すごい言いますね、いまだに結構見てくれる、はい、なんですよ。すごい、ありがたいことだね、はい、言わしてるわけじゃないからね。それはちょっと勘違いしない、ね、まだねデビューの日にちとかはね決まってないんですけど、僕のアシスタントしてる間はね来た時に全然何でも聞いていただいても、はい、大丈夫ですし、気軽に相談してくれれば親身になって、はい、いろいろ話してくれるんで、まあ、セットやら、はい、髪のダメージの悩みやら気軽に、髪のことはそうですね、大好きなので何でも話してください。いつなの目標は、デビュー。いやまあとりあえず、まあ、絶対的に年内中はちょっと狙いたいですね。だいぶ控えめだね、目標が。意外と謎の謙虚が出ちゃったんですけど、今夏前とかって言うかなと思ってたけど、はい、うちに秘めてる目標としては大体そのぐらいを、うん、もう今言っちゃった時点でうちに秘めてないんですけど。まあまあ目標だから、はい、そうですね、うん、あくまで目標はね、はい、控える必要ない、そこはね、はい、こう言った方がいい。そうですね、ズドンとズドンと言った方がいい。辞書にちょっとお言葉をいただいたんで、そのぐらいを。また夏ぐらいにね、ちょうど野間さんがデビューして、みんな
やってる姿がね、うん、いや俺はね一番嬉しいよ、そうなったら。いやもうぜひぜひ髪の毛切りたいです、モルさんが。その時の動画もまた撮らせていただける。そうだね、デビューしてからめっちゃ嬉しいっすね、撮りたいね。そうですね、マリカンで5ミリぐらいで全部バーンすいません、ちょっとふざけちゃいました。失礼しました。それどう反応してるかちょっとわからないけど、ボケが雑だったりして、ね、そうですよ、ね、そういうボケすらも回収してくれるモルさんの優しさに、はい、しなかったけどね、今甘やかしちゃいけないかな。すごい。やっぱボケに対してあのツッコミが来るっていうそのスタンスがやっぱ甘いかなっていう。そうですね、もうそれ前提でちょっとやっちゃった。そうそうそう、やっぱ自分がボケることに対しての重み、ツッコミの大切さが。そうそうそう、当たり前になっちゃいけないですよね、何事も。重みをね、やっぱ何事もね、はい、本当にその通りだと思うし、一つ一つにね重みを持って今後やっていってほしいっていう俺からのメッセージだよ、ね、無言の。どういう話なんですかこれ。無理くり繋げた感がすごいじゃん。中身がスカスカの熱、そうそう、熱い下のかけるから、ね、いい感じ。そうですね、大体ある程度整ったかなとは思うんで、うん、ポイントとしては結構鉢が先ほどもご説明した通り貼りやすいっていう部分があるんで、鉢をしっかり潰していただくっていうのをしっかり意識していただいて、全体的なシルエットがよくセット動画ではもう再三言ってると思うんですけど、まあ、結構もうひし形になるような感じで作っていただければ、はい、大体今時のメンズスタイルは、まあ、そういった感じで作られてるので、まあ、かっこよくなるかなとは思いますので、ぜひともモルさんでカットしに来ていただけると、まあ、こういった感じのスタイルがご自宅でも簡単に作れると思うので、僕はデビューしたら僕で来てください。いやーそうですね、まあ、そうですね、まあ、ぜひデビューした僕でも、はい、俺のお客さんをもうかっさらうぐらいの気持ちで ね、大きく出てもらいたい。モルさんの全員お客さん全員合格するんで、ぜひビッグな男になってほしいよ。、うん、はい、今ね野間さんがね一人で、僕とね野間さんのね二人チームなんですよ。そうなんですよ、共に戦ってきた盟友みたいな、ね、共闘しましたよね。そうそうそう、はい、だからね本当彼にはねこう、はい、まあ、成就してもらいたいっていうか、なんかね、すごい、すごい上からなっちゃうんだけど、いや、いやあの上なんでもそこは。でも本当になんかあの一緒に戦ってきた仲間って結構戦いましたね感じ、うん、はい、上司としては、はい、同じ目線に立っちゃいけないんだけど、はい、僕的には結構仕事として良きこう盟友、はい、仲間って感じなんで、ぜひデビューしたら行ってあげてください。あ、ありがとうございます。もうビッグになってほしいね、はい、頑張ります。じゃあちょっとこれで一周ね回っていきたいと思います。はい、自分で怖がってくる。どういう状況。はい、いかがだったでしょうか、はい、かっこいい感じに仕上がりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。やっぱりセルフセットとね人にセットしてもらうのだとやっぱ違う感じがあるよね。まあ、結構ベーシックな感じになったんですけど。そうだね、あんまりオーシャン入ってから後輩にセットされる動画撮ったことないけど。そうですよ、ないですよ、僕は初っすよね。うん、多分ね、ないと思う。いや嬉しいです、初めていただけて。気持ち悪いでしょ、気持ち悪かったですね。そうです、言い回しの仕方がね。はい、そうですね、はい、まあ第1号になれて嬉しいです。まあそうだね、はい、うん、そうですね、今度は野間さんがねいい報告が、そうですね、早くね、はい、頑張ります。皆さんにお届けできるように。そうですね、はい、精進して頑張っていきます。はい、というわけで、はい、今回はですね自分のメインアシスタントにね、はい、セットしてもらうっていう動画でございました。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もしこの動画が良かったと思ったらグッドボタンと、はい、チャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。で最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう、はい、バイバイ。